ピンポン、大丈夫か、ピンポン。やめろよ、ヒゲさん。ピンポン元気ないんだからさ。ちょっと、相変わらず仲いいな。ピンポン、二人でどこ行くんだよ。ピンポン。初めの頃はね、ヒゲさんも模様がなかったんですけど、ピンポンとね、仲良く遊ぶようになってから模様が移ったかの。お、どうしたの？なんかピンポン食べられてないよ。あ、わかった。風船病にかかってるから、中に水が入ってるから、食べられない。あ、そうだ、そういうことだ。ピンポンがね、うちに来てから初期の頃からですね、一緒に観察を続けて、あの言葉を発しない生き物たちがその仕草とか、まあ、様々なね、あのこういったさ、あの何考えてんだろうなって分かんないじゃないですか。うん、だけどそんな時にあのうちのあの子供とね、あの一緒に見ながら、何喋ってんだろうねとかさ、いろいろこう一緒にやってるとさ、あ、なるほどなって思うこと結構あるんですよ。まあ子供とのあの凝り固まった頭の中ではね、全くわからないこととかも結構あったりするんですけど、まあそういったところから、あ、そっか、そう思ってんのかとかね、いろいろ考えて、もうピンポンがさ、我が家はもうなんだろう、みんなから愛されてさ、元気だったピンポンもほとんど動かなくなり、ヒゲさんが心配そうに見つめています。あれから数日が経ち、少しピンポンが反応するようになってきました。元気になってきたのかな、なんか少しほっとしたような。そして数日後、ピンポンはほとんど動かなくなりました。それからヒゲさんは元気がなくなり、ご飯もろくに食べなくなりました。このように大好きな赤虫を置いても見向きもしません。ヒゲさんとピンポンの小さな小さな確かな友情、この物語はまだ終わっていません。